作戦内容を伝達する。それではさ、バリアス砂漠に展開する帝国軍部隊を叩くぞ。第7小隊出撃する。それにしても不思議な場所ね。ファルディオの話だと、あの穴は大地が焼かれた時の痕跡らしい。地面にあるたくさんの溝も巨大な爆発の跡だと言われ。本当なの？信じられない。だけどさ、あの溝や遺跡の壁は歩兵が身を隠すのに使えそうだよ。広大なこの砂漠では利用しない手はないね。よし、作戦開始だ。みんな、今は守りに徹しよう。あたしの出番ね。発見したよ。このままでは奇獣の処負けるもんか。なんて腕前だ。流れ弾に注意せよ。敵発見。あたしの出番ね。なんだか急に風が強くなってきた。兄さん、おそらく砂嵐でしょう。バリアスの砂嵐は目の前のものも見えなくなるほど。そうか、砂嵐が吹いている間は敵が視認しにくくなりそうだな。同様にこちらが敵に視認されずに前進できる可能性もある。障害物がないような場所を前進する。なるほど。発見したよ。援護してください。もう一回行くよ。行動開始します。
壊する。必ず当てる。よし、目標撃破、その調子だ。了解ですわ。一瞬の判断ミスが命取りになるぞ。私、絶好調ですわ。やりましたわ。味方がやられた。出番だな。敵を発見。了解だよ。ざまみろ。目標の撃破確保。私の出番ね。前だ。
身を固めて防御に注力するんだ。私に任せて。暑さで重心が歪みそうね。よし、味方がやられた。私に任せて。いや、埃っぽい。いや、埃っぽい。道を開け。了解ですわ。いや、嘘、そんな。なんて腕前だ。了解だよ。作戦終了。なんだ？このバカでっかい建物は。砂漠のど真ん中にこんなものがあるとはね。よう、待っていたぞ。ファルディオじゃないか。君も来てたのかい？ああ、俺は大学で考古学を専攻してただろ。それにしても不思議な形をしているよね。僕はどこかで見たことがあるんだよな。どこだったかな。この遺跡は何千年も昔にバルキュリア人の手で作られたと言われている。バルキュリア人。そうだ、数千年前、その名をヨーロッパの歴史に突然現した古代の民族だ。当時の文明では考えられないほどの高い技術、そして神の力を持っていたと言われている。だがその後、バルキュリア人たちは歴史の中から突然消えてしまったんだ。へえ、そうだったんだ。そうだ、思い出したぞ。何よ、ウェルキン、いきなり大声を出して。ツノオウムガイだ。この遺跡、ツノオウムガイに似てるんだ。ツノオウムガイ？何それ。知らないのかい？水中に住む頭足類だよ。巻貝のような形状の殻を持っている生き物さ。この遺跡、
その殻と形がそっくりなんだよ。ウェルキン、あなたって。どうかした？いえ、何にも。よし、遺跡内部を調査してみるか。帝国のバリアス駐留のヒントがあるかもしれない。僕とアリシアはファルディオと共に遺跡内部の調査に行ってくる。ラルゴ、ロージ、イサラ、君たちは遺跡周辺部の偵察を頼む。わかりました。兄さん、気をつけてください。セルベリアよ、世の探し求めていたものの答えはあるか。封じられし古代の力のありかをここに示せ。セルベリア、何とある？大地を焼きし清掃はランドグリーズの地に封じられたり、守護者は清掃を封じし柱を築き、兵隊に渡ってこれを守護する者なり。そうか、やはりバルキュリアの清掃はランドグリーズにあったか。しかし殿下、どうやって清掃を制御なさるおつもりですか？案ずるな。槍を乗せて走るネズミが間もなく完成する。これで我が野望は夢から確信へと変わったよ。七章バびっくりしただろ。ここどこからも光が差し込んでいないのに、どうしてこんなに明るいの？この遺跡自体がラグナイト含有率の高い石で作られている。明るいのはそのためだ。へえ、そうなんだ。これは何か文字が書いてあるようだけど。それはコ・ノーザン文字だな。ノーザン文字、古代ヨーロッパで広く使われていた文字さ。遺跡の碑文などでよく見られるんだ。ファルディはこの文字読めるの？ああ、大学で去年習ったばかりだがな。どれどれ、おおむねヨーロッパに古くから伝わるダルクスの災厄についての記録だな。かつてラグナイトから力を引き出す技を得たダルクス人、邪砲の力で100の都市を焼き払い、この地もダルクス人によって焼かれた都市。ダルクス人の邪砲の力。そんな古代ヨーロッパ史に忽然と現れたのがバルキュリア人たちだった。バルキュリア人は青く輝く聖なる槍を手に取り、いわゆる古代バルキュリア戦争だ。小さい頃絵本で読んだことある。でもそれっておとぎ話や神話じゃないの？この遺跡をはじめヨーロッパ各地にはバルキュリア人が存在。民族考古学においてはバルキュリア人は実在した。さすがファルディオ、詳しいな。その古代戦争にバルキュリア人は勝利し、敗北したダルクス人は大陸各地に散っていった。結果ヨーロッパを救ったバルキュリア人は救世主として現在の信仰の対象となっている。反対にダルクス人は大地を焼いた民族として延々と迫害の歴史を歩み続けてきた。土地を持たない彼らはラグナイト掘りなどの重労働に刺激されることを余儀なくされた。
工業に関する仕事に携わるダルクス人が今でも多いのは。そうなんだ。そういえばイサラもイサラのお父さんも技師だったね。さてと、俺の特別講義はこれで終わりだ。帝国軍の立ち入った痕跡がないか調査を続けよう。しかしどこを見回しても砂と瓦礫ばかりだな。帝国軍の野郎も何が面白くてこんなところに駐留してんだか。どうした老爺、さっきから黙り込んで腹でも下してんのか。違うよ。よくもまあこんだけの土地を焼き払ったもんだってね。ダルクス人って連中は本当に昔から人に迷惑をかける奴らだったの。どういう意味ですか。言葉のまんまだよ。ダルクス人がバリアスを焼き払ったというのは考古学的に何の証拠もない話です。目の前のこの景色が何よりの証拠さ。それにダルクス人が人に迷惑をかける存在だと決めつけるのはおかしいと思います。違うっていうのか。あんたらダルクス人のせいで、あたいは。はいはい、そこまでだ。ラルゴ、邪魔すんなよ。今は紹介任務中だ。そんなに騒いでると敵から狙い撃ちにされるぜ。ちまったく、ロジが頭に血が昇りやすいの知ってんだろ。お前も無駄に言い返さなきゃいいのによ。私は間違ったことを言ったつもりはありません。ふん、どっちも強情だぜ。ファルディオ、これは何だい。バルキュリアの螺旋だな。バルキュリアの螺旋。碑文にはバルキュリア人は青く輝く聖なる力を持っていたと記されている。この螺旋のレリーフは無限に生み出されるバルキュリアの力を象徴したものらしい。へえ、そうなんだ。しかし帝国兵の姿はないし、立ち入って何かをした痕跡もない。帝国軍がバリアス砂漠に駐留しているのはここが目的ってわけじゃないのか。みんなを待たせているし、そろそろ戻ろうか。まあ、そうだな。これは。アリシア、何かしたのかい。わからない。手を触れたら扉が勝手に開いて。奥に続いてるみたいだ。バリア水石に深部があったとはな。進んでみる。もちろんだ。よし。ああ、なんだここは。ずっと下まで続いているみたいだけど。これは。そんな。ここにも碑文が記されている。なんて書いてあるんだい。いや、この文字は俺にも読めないな。誰かいる。
誰だ。ほほう、ここを訪れている者が他にもいるとはな。どうやってここまで来たか知らぬが、この神聖なる場所に貴様らは場違いだ。お前はマクシミリアン。マクシミリアンってまさか敵の司令官の。止まりなさい。動かないで。従わなければ撃ちます。何？やめておけ。貴様の命など惜しくはない。この場所を血で汚したくはない。せくこともあるまい。外で雌雄を決しようぞ。ウェルキン。ウェルキン。もしバーゼル制圧部隊やイェーガーの部隊を打ち破ったのはお前か。なかなか巧妙な作戦を使う男らしいな。行くぞセルベル。はっ。敵の司令官を倒すチャンスよ。よしファルディオ行くぞ。ああ。では現在の状況を説明する。